定期的にエクササイズやっているのに痩せにくいよって方、実は運動するタイミングが問題かもしれません。今回の動画を最後まで見ることで、運動するタイミング、どういった運動をすれば痩せるのかというのが分かってきます。動画を見ながら一緒に頑張ってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、運動するタイミング、そして運動は何がいいのか分かってきます。基本的には食前食後に10分のウォーキングがいいと言われてるんですけども、もちろんウォーキングでなくてもエクササイズでも OK です。このタイミングなんですが、食前にすることによって脂肪が燃焼されやすい、食後に行うことによって取った栄養がすぐエネルギーに変わって脂肪として蓄積されにくいんですね。要するに痩せるためには食前、太らないためには食後の運動が大切なんです。血糖値の上昇を抑えることができて脂肪蓄積されにくくなるんです。今回のたった1分、各足で2分のエクササイズを行うことによって確実に痩せるスピードが上がります。今回はやじろべえというエクササイズを紹介していきます。やったことあるよーって方もね、もう一度動画を見ながら一緒にやってください。おすすめは毎食後、もっと頑張るよって方は食前食後に一緒に動画を見ながらチャレンジしてください。やり方は簡単です。紹介します。これやじろべえというと片足立ちでバランスを取るエクササイズになるんですが、これがウォーキング50分相当に値すると言われてます。片足立ちでバランス取るだけなんですが、これが歩く際に使われる筋肉をしっかり鍛えられる、そして体幹が鍛えられる、歩くよりも息が上がる、そういったことによってウォーキングよりも効果があると言われてます。これを食前食後やるだけです。もちろんどちらかでもいいです。おすすめは食後にやることによって太らない体が作れます。それでは立ってもらって一緒にやっていきましょう。片足立ちで見ながら同じような動きをしてください。少し中腰になって足を動かします。できるだけバランスを悪くさせるのがポイントです。バランス崩れた場合はスクワットをして元の位置に戻ってください。これを各足1分やるだけです。それでは見ながら一緒にやってください。いきます、スタート。歩く際に使われる筋肉が足を横に動かす動きです。中殿筋と小殿筋が主に鍛えられます。曲げてる方の足はしっかりね、負荷がかかってます。スクワットの3倍と言われてますので、歩くよりも効果的です。こんな感じでしっかり手もね、振りながらいろんな足をね、バランス悪くさせてください。バランス崩した場合はスクワットをしっかりして戻ります。しっかりね、手を振ってください。こんなにね、歩くときって手振りませんよね。ですが、その場で動いてる場合はね、これぐらい手をね、早く振ることもできます。しっかり運動をした感覚がね、あると思います。 OK、それでは反対足です、スタート。これだけでも結構息上がりますよね。いろんなね、足の動かし方をしてください。足の裏の重心がね、良くなるだけでも姿勢が良くなるので、お腹がへこんだりね、太ももが細くなりにくい人とか姿勢悪い場合多いので、しっかりね、足の裏の重心もうまく使えるようになってください。食後にね、これやるだけです。もちろん食後じゃなくてもね、これをやることによってカロリーや脂肪をね、消費することができますので、痩せにくいよって方はね、まずは太らないことはどうすればいいのかというのをね、学んでもらって楽しくダイエットしましょう。よし、 OK、 お疲れ様でした。今のやじろべ、タートルフィットネスやじろべと検索してもらうといろんなパターンが出てきますので、1個の動画じゃ飽きるよって方はね、いろんなやじろべを見ながら食前食後運動してもらえたらと思います。もちろん歩くことが悪いわけではないんですが、もちろん気分転換になったりいいこともあるんですが、な
かなか外にね着替えて出ていくっていうのは大変だと思います。雨の日なんかできないと思います。家の中でたったの1分ずつ合わせて2分の運動になりますので、それでしっかりね痩せる体が作れる。食後に行うことで血糖値の上昇を抑えられて脂肪の蓄積がね抑えられますので、このやじろべダイエットに活用してください。頑張ってやったよって方はグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますので説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。